駄菓子屋ゲーム博物館、駄菓子屋ゲーム博物館。こんにちは、駄菓子屋ゲーム博物館の岸です。そしてね、こういう本も書いてます。日本懐かし10年代でーすってね。今回はというと、じゃーん、毎年年末恒例の日本懐かし10円ゲーム大で2023お年玉、当選シリアル番号抽選会ですね。まあこれね、毎年やってますけど、どんなもんかっていうとね、駄菓子屋ゲーム博物館でこちらの日本懐かし10円ゲーム大店を買うと、巻末にね、一冊一冊シリアル番号がついてるんですよ、これね。この番号を使って、まあね、お年玉くじみたいに抽選をしようってことですね。まあ、Amazon だとか、他のね、本屋さんで買うと、このシリアル番号がないんで、まあ、駄菓子屋ゲーム博物館でね、買っただけのね、特典って感じですよね。で、そのね、詳細を話していくと、引換期間は、2023年の1月31日まで。引換の開始時期は、この動画がね、公開されてからなんで、まあ、1ヶ月ちょっとあるって感じですね。で、引換は1冊1回のみ。そしてね、当選番号付きのこの本ね、現物をお持ちくださいってことですね。これ、それぞれね、1等は、下3桁とかね、1等は下2桁とか書いてありますけどね、これどうやって抽選するかっていうね、これ毎年恒例なんですけど、このね、トランプを使ってね、こうシャッフルして、これね、引いて番号を決ます。で、エースを1、2、3、4、5、6、7、9はその数万の数字ね。で、10が0としてね、抽選します。で、それを抽選していって、1等は、下3桁、ね、これメダル1000枚。で、2等は下2桁、メダル300枚。3等は、下1桁、メダル100枚。でね、4等はね、下1桁、メダル50枚ってことだね。まあこれね、下1桁が2つあるんで、大体5冊にね、1回は当たる感じですね。それじゃあね、お楽しみ抽選会をね、早速始めましょう。チャンネル登録でござる。それでは番号抽選のスタートしたいと思います。でね、日本懐かし10円ゲーム大全には特別版って言って、これ一回り大きいサイズがあったんですよね。コンビニとかで主に販売した。それを駄菓子屋ゲーマー博物館でも100冊限定で販売したいので、それにもね、シリアル番号がついてますんで、それもね、番号共通で抽選しますんで、ぜひね、特別版お持ちの方もね、抽選に参加してみてください。ではね、シャッフルスタートしましょう。ではね、まずは1等のね、下1桁から抽選しましょうかね。じゃあいきますよ。じゃあカードをね、じゃあ1番上から、じゃーん、お、2ですか。2ね。2番、下1桁は2、2、ね。こんな感じでね、番号を抽選してもらってね、抜いたカードちゃんともね、戻しますんでね。ではまたシャッフル。じゃあ次はね、2桁目、1等の2桁目ね。いきます。じゃーん。お、7。72。じゃあね、7も戻して、シャッフル。さあ、じゃあ3桁目。これで1等のね、番号決まります。じゃあどうしようかな。真ん中からいくか。たまにはね。いきます。じゃーん。お、2か。また2。ということでね、1等の番号決まりました。下3桁272がね、当選です。なんとメダル1000枚ですよ。当たった人いるかな。いやー、これね、日本懐かし10円ゲーム大全駄菓子屋ゲーム博物館買うだけでね、毎年毎年抽選にね、参加できるんでお得ですよね。1回買えば今年で6回目かな、5回目か6回目だと思うんですよね。もうね、なのでね、そのためにね、本を何冊も買う方もいらっしゃいますからね。ということで次は、2等の下1桁いきましょうか。じゃあ2等はね、300枚です。じゃあ下の1桁の番号、えい、4、4ですか。4ね、44と。さあ、じゃあ次は、2等の、2桁目ね。あ、1個危ない。2の、これ1枚なしでやるとこだった。5、6、7、8、9、10、10枚あります。さあ、いきます。じゃあたまにはね、上から2番目、えい、
9ですか。9ということでね、2等の番号決まりました。下2桁92ですね。あ、94ですね。これ300枚、これね、確率的にはね100分の1なんで結構当たりやすいんじゃないかな。94番ということでね、9は戻します。あ、じゃあ次はね、1桁、これ当たりやすくなりますよ。これね、1桁ガクンとね当たりやすくなります。10冊に 1冊当たる感じですね。さあ、じゃあ3等100枚いきます。じゃあ今度は真ん中辺からいこうか、せっかくだから。えい、5が出ましたね。5、5です。3等メダル100枚、下北方5です。これは当たってる人多いんじゃないかな。で、これ毎年恒例なんですけど、これね、下一桁がね、かぶっちゃうと、まあね、当たる数字が少なくなっちゃうんで、これはね、あえて抜いときます。まあ、また5が出ると、それで5が持ってる人がね、150枚でもいいんだけど、なるべくね、こう、いろんな人にね、当たってほしいんで、これはあえて抜きます。ということでね、残り9枚。残り9枚。まあね、5も戻してやった方が、ギャンブル性が上がるんだけど、やっぱね、さっきも言ったようにね、なるべくね、たくさんというか、うん、そうだね、いっぱいの人に当たってほしいんでね。さあ、じゃあ最後4等メダル50枚、どこからいっちゃおうかな。じゃあ上から3番目にします。さあ、いきます。さあ、4等じゃん、4、あ、かぶったってことで、4ですね。ってことは、これ、94の人は350枚ってことだな。うん。これ多分初めてじゃないかな、この数字かぶり。だからさっき言ったように、ここがまた55だと、150枚になってるんで、それになるべくね、平たくしたいんで、だけどこの2等とかぶったんで、この94持ってる人は350枚ってことですね。で、まあ、1桁だけ4の人は50枚ってことでね。いやってことでね、じゃあ今一度ね、当たり番号を、確認しておきましょう。1等メダル1000枚、272、下3桁ですね。で、2等がメダル300枚、94ね。で、これが3等がメダル100枚、5で、4等がメダル50枚、4ってことでね。さあ、皆さん当たりましたでしょうか。これね、来年のね、1月30日までね、現物、このね、シリアル番号付きの現物の方ね、本を持ってきていただければ、駄菓子屋ゲームマークスさんにね、このね、当たった枚数のね、メダルが、もらえますね。ぜひぜひ当たった方はね、駄菓子屋ゲームマークスさん遊びに来てください。ということでね、今回は、日本懐かし中銀で毎年恒例の、シリアル番号抽選会をしました。ね、この動画面白かったね、グッドボタン押してもらえると喜びます。それでは、バイナラナナイバ、じゃんけんタイムでござる。いきますよ。最初はブンブンじゃんけんポン、バイ。